与田信ブ与田信ダは、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。甲斐、武田氏、徳川氏の家臣。父の足田信守は、守護代の大石や、諏訪寄重に親族していたが、後に、武田信玄に仕えた。信ブは、当初から信玄に、品の国船報酬として仕え、信玄の死後は引き続き武田勝頼に仕えた。永六十一年。 1568年12月、武田氏の駿河信攻で、駿府に乱入した軍勢の中に信重の名も見える。元気三年、1573年の三方ヶ原の戦いにも参陣し、天正三年、1575年5月21日の長篠の戦いの時期には、東東海国二股城の首相を務めた父、足田新守と共に、信重兄弟も籠城し抵抗した。 長篠の戦いで、武田軍が大敗し、徳川家康率いる徳川軍が反抗してくると、わずかな手勢で堅固に守った。この間に病床にあった、新守は死去する。信繁が首相となり、弟の信行と共に牢状が続行された。徳川方は攻めあぐね、城の周囲に複数の砦を築き、兵糧攻めにするしかできなかった。実に半年にもわたった攻防の末、 結局力攻めでは落とせないと判断した徳川方の申し入れと長篠の戦いで敗れた主君の武田、勝頼の会に引き上げろとの命令により、徳川方の全員の除名を条件に会場、皇天神城に退去した。退去の際、雨模様で、信ぶは会場は延期してほしいと家康に申し出た。理由としては、身のやかさを身につけて城を退くようでは、 廃山の兵のようで見苦しい、好天の日にお願いしたいと申し出て、晴天の三日後に引き上げた。明け渡しに立ち会った、家康の重臣、大久保忠代が城内に入ると、整然とした城内はきちんと清掃されていた。大久保の報告を受けた、家康も感心したと伝えられている。与田勢は城内を清掃した後、整然と退去したとされている。後に、 駿河殿中城の上昇となった。天正十年、1582年3月、長篠の戦いで多くの縮小を失って、武田勝頼の求心力が低下し、離反者が出ていた中、織田信長による公衆征伐が始まると、信長に高押した徳川家康に田中城を攻められたが、またしても、健吾に備えを立てて、落城の気配も見せなかった。 攻めあぐねた家康は、なるせ正一に命じて、会場の説得に当たらせるが、信ぶはこれを拒絶。さらに牢状を続けるうちに、小田軍の攻撃で、武田勝頼が自害し、その一族である穴山梅雪からの会場を進める所簡を受けてから、ようやく、大久保忠世に引き渡している。その後、治療の春日城へ帰還するも、小田方の粛清を恐れて、家康の勧めで、 とうとう海に一時、潜伏した。同年6月2日、本能寺の変が起こり、北条氏直との戦い、神奈川の戦いに敗れた、滝川和正が、同20日に、家臣、道屋昌栄の守る小室城に入ると、22日に、信重は、和正と対面し、和正を円滑に本領の伊勢長島へと退去させる、ために、作、小さ形軍の人質を集め、 カズマスに引き渡した。この人質には、弱子与田公国広や真田正幸の母、京運院が含まれていたという。カズマスは27日に、小室城を信ぶに明け渡して旅立ち、28日には、諏訪から木曽谷に入り、当初の役場通り、作、小さ形軍の人質を木曽義政に委ね、7月1日に、伊勢長島に帰還した。9月17日、 作、小さがた軍の人質は、吉政から徳川家康に引き渡された。7月12日、薄い峠を越えて、北条宇治治の兵が進出すると信繁はこれにこし、小室城を放棄し、足田小屋へ退いて牢城した。足田小屋については、与田記では、三沢小屋の別唱としてるが、乙骨太郎財門覚え書きや、武徳編年修正では両者を別の城塞とし、三沢小屋は、 足田小屋の爪城であるとも考えられている。また、足田小屋の由来は、ヨダ、足田信繁が老城したことに由来するとする説もあり、場所については、足田小屋は、春日城を指すと考えられており、三沢小屋はさらに、立品山に近い山奥に所在し、鹿曲川上流の大小屋城、押出城を指すとする伝承があるほか、同じく鹿曲川上流の大滝不動、石不動が所在する。 三沢と呼ばれる一帯白石付近を指すとする説がある。信茂は、同所で、ゲリラ戦を展開し、海の国は上湖まで進出していた北条軍の補給戦を寸断した。また信茂は、徳川家康と連絡を密にしており、改修を主体とした、家康の援軍が7月14日、柴安忠、辻谷平と9月25日、岡部正綱、今福久介、三井十右衛門。 川久保信都市など、に三沢小屋に到着している。九月二十八日、信重はそれまで北条方であった、真田正幸を調約し、十月二十六日には、春日城を奪還している。加えて、軍内地方において、北条軍が徳川軍に敗北したことにより、戦力的には、劣勢な徳川に有利な条件で、後北条氏との講和が十月二十九日に成立した。 これらの功績によりの武は、北条方の大道寺正重が撤退した後の、小書城も任され、周辺の勢力が続々との武の下に集ってきたが、これを良しとしない勢力は、北条方の品の作軍、岩尾城市の大石のもとに集まった。与田木、三河物語によれば、天正十一年、1583年2月21日、 岩尾城の大井行基地を攻略しようとするが、即座に落とせると考えた、信繁の意に反し、予想外の抵抗に相苦戦する。2月22日、実定、信之と共に敵の銃撃を受ける。信之は同日に死去し、信繁は2月23日に死去した。去年36、後に、長男の松平、与田広告が整備した、茂昌院が墓所となる。 同時に信繁の遺廃と、信繁夫妻の墓所とされる破壊死闘が残る。家康に属した期間は短いものだったが、家康の信繁に対する評価が非常に高いものだった。ことは、家督を追害時、広告に、松平聖と小室城、そして当時の家康家臣としては、最大級の六国という大量だったことからも、推測される。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。